はい、どうも皆さんこんにちは。これまでの MCU 映画を見てきてもたくさんの CG が使われていることが分かっています。 CG といえばグリーンバックであったりブルーバックを使った黒巻合成から始まり、それ以外にもアクションシーンであったり、俳優を若く見せるために CG を使ったり、全て CG で作られているキャラクターもいます。そこで今回はこれまでの MCU に登場した CG を詳しく見ていきたいと思います。これは以前の動画でも話していますが、2008年のアイアンマン当時はマーベルスタジオは今ほど大きなスタジオではなかったため、スタン・ウィンストンスタジオが実際に着ることのできるアイアンマンのスーツを着て撮影も行っていますが、最終的には CG に置き換わっています。戦闘シーンのアイアンマンは基本的に CG で作られていますが、それ以外の小道具などは結構実際に作られていることも多く、このアークリアクターを取り替える場面では実際にロバート・ダニー・ジュニアが演じています。胸に穴が開いているのにどうやって撮影をしたのかと言いますと、こちら上半身のロバート・ダニー・ジュニアの胸は実は偽物で、ロバート・ダニー・ジュニアの顔と首だけが本物で、それから下は全て作り物になっています。 MCU の初期の頃はこのように小道具を作ったりちょっとした工夫をしつつ撮影をしていましたが、もしこの場面を現在作るとしたら、このような小道具ではなくて全て CG によって作られていると思います。このように現在の MCU の映画では過剰なまでに CG が使われており、逆に実際に作られたセットであったり小道具などが少なくなってきている印象です。例えば小道具といえばスパイダーマンノーウェイホームで登場したドクターストレンジの箱は、これは全て CG で作られていて、実際は緑色の枠組みを持って撮影をしています。 CG はこのように小道具であったり背景全体が CG で作られていることもあれば、背景も含めてキャラクターも全て CG で作られていることもあるため、ある意味超リアルなアニメ映画とも言えそうです。全体的に CG が使われていればどこが CG なのか本物なのかなかなか見分けはつきませんが、本物と CG が組み合わさった時に意外と CG が浮き出たりしているので、そういった時には CG の存在が分かってしまいます。 CG は基本的に撮影した後の映像の上に貼り付けるといった感じなので、どうしても上に乗せたような感じが出てしまい、特にアイアンマンであったりアントマン、アイアンスパイダーなどのスーツを見てみると顔との境界線に違和感があり、 CG 特有の浮き出ている感が出ているのが分かります。例えばシビルウォーで登場したアイアンマンスーツは CG のスーツの上にロバート・ダニー・ジュニアの顔が乗っかっているように見えて、かなり違和感のある映像となっています。実際にこの場面は上半身だけスーツを着ての撮影となっていますが、この場面では特に違和感はありません。問題になっているのはこの後に施された CG 処理で、残りのスーツの部分を付け加えるとともに全体的に CG 加工をしているため、このような浮き出た感が出ているのだと思います。他にもアントマンのスーツは基本的には全て実際に作られたスーツを着て撮影をしていますが、 CG だった部分としてはヘルメットで、ヘルメットの前の面の部分は CG で作られています。そのためスコット・ラングの顔が見えて話している場面などではヘルメットの CG が浮いていて後付け感が出ています。このように実際のものと CG が組み合わさっている場合は CG が見破られてしまうこともありますが、全て CG で作られている場合は比べる対象がないため CG と気づかれにくいです。例えばアントマンに登場した敵のイエロージャケットは全て CG で作られていて、イエロージャケットのスーツが実際に作られることはありませんでしたし、イエロージャケットの動きを役者が演じていたわけでもありませんでした。このように全て CG で作られている場合はあまり違和感はありませんが、それでも違和感があったのがスパイダーマンです。スパイダーマンは歴代スパイダーマンとは違ってより原作寄りのスーツになっていますが、特にシビルウォーを見ても分かる通り CG 加工しすぎて、スパイダーマンだけアニメの世界から登場したような浮いた感じが出ています。先ほどのイエロージャケットのスーツとは違ってシビルウォーで登場したスパイダーマンスーツは実際のスーツも作られています。そのスーツがこちらで、これまでの映画に登場したスパイダーマンと比べるとかなり安っぽい見た目となっています。これだけ見るとよくできたファンのコスプレのようにも見えますし、トビー・マガワやスパイダーマン、アンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンのスーツと比べるとスーツの完成度が全然違うことがわかります。でも実際に劇中に登場したスパイダーマンはこのように目もゴツゴツしていなくて、撮影現場のスーツとはかなり違うため、全てのスパイダーマンの場面で CG 加工されていることがわかります。またスパイダーマンだけがかなり浮き出ていてアニメーションのように見えてしまう理由としては、このスーツの素材であったりスーツの描き方にあると思います。通常体の上に布でできたスーツを着ていればシワであったり、体を動かした時には筋肉が揺れたり、また風が吹いた時にはシワが寄ったりもするはずですが、 MCU のスパイダーマンではわざとやっているのか、そういった描写がほとんどありませんでした。そのため MCU スパイダーマンのスーツはピーター・パーカーが上から着ているというよりかは皮膚に直接布が張り付いているように見えてしまいます。このようなスーツを着ているリアルさに関してはアメイジング・スパイダーマン2の CG が一番よくできていたと思います。
この映画のオープニング場面を見ても分かる通り、スーツが風になびいていたり、体を動かす時には筋肉が揺れたりもしているため、すべて CG の場面でも本当に人の体の上にスーツを着ているように見えます。そしてもう一つ疑問になるのが、なぜ撮影現場で使われている MCU のスパイダーマンスーツはダサいのかということです。劇中で登場しているスパイダーマンスーツはかっこよく仕上がっていますが、撮影現場のスーツはお世辞にもかっこいいとは言えず、なぜこんなことになってしまったのかと思うはずです。考えられる大きな理由は2つで、それが予算と CG です。まず予算についてですが、特にシビルウォーはたくさんのキャラクターが登場しているため、一人一人キャラクターのコスチュームを作るまでの予算がなかったため CG だったのではないかということです。実際にこれまでの映画では CG で作った方が実際に作るよりも安いということも多いため、コスチュームを全て CG で作ることもあり、例えばアベンジャーズエンドゲームのタイムトラベルスーツはまだデザインが決まっていなかったということもありますが、全て CG で作られています。そしてもう一つ理由だと思うのが CG です。MCU のスパイダーマンがトビー・マグワイアスパイダーマン、アンドリュー・ガーフィールドスパイダーマンと違った見た目になっているのは CG 加工されているからですが、おそらく予算的な都合もあって、最終的には CG 加工されることを前提にわざと質を落としたスーツで撮影をしていたということが考えられます。トビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンでは、戦闘場面のフル CG を除いては実際にスパイダーマンのスーツが作られていて、そのまま撮影して CG 加工なしで使えるほど細かい部分までよくできています。MCU のスパイダーマンは新たに目が動くギミックなどもあったため、初めから CG 加工される前提だったため、完成度の高いスーツをあえて作らなかったということが考えられます。ちなみにトビー・マグワイアのスパイダーマンシリーズでは、スパイダーマンスーツは戦闘場面以外でもちょこちょこ CG が使われていました。それがピーター・パーカーがマスクをかぶる場面で、1作目であったり2作目の当時は2000年代初期ということもあって、まだ CG 技術があまり発達していなかったのもあると思いますが、うまくカットを使うことによって CG を使わずに表現していました。以前の動画でも話した通り、スパイダーマンのスーツはマスクを含めて全体つながっていて、撮影では首までつながったスーツと首までのスーツの大きく分けて2つがありました。そのためマスクを脱ぎ着する場面では、2004年のスパイダーマン2まではカットが入って、マスク着脱の瞬間は見えなくなっています。一方2007年のスパイダーマン3はマスク自体を全て CG で作っている場面もあります。それがこのフェスティバルの場面で、このマスクは全て CG で作られています。よく見ればマスクの部分だけ少しアニメーションっぽい感じもしますし、そもそも撮影で使われているスパイダーマンのマスクはこんな簡単に脱ぎ着できないようになっています。実際の撮影で使われているスパイダーマンのマスクはプラスチックの型が入っていて、マスクを外から見た時に綺麗に見えるようになっています。その後単体作品のスパイダーマンホームカミングでも実際のスーツが作られていて、このスーツはシビルウォーよりも良くなっています。でも最終的には CG 加工されていることがわかります。そして MCU スパイダーマンで一番良かったスーツはスパイダーマンファーフロムホームのものでした。ファーフロムホームのスーツに関しては撮影現場の写真を見ても分かる通りかなり完成度が高く、劇中でも CG 加工なしに使えそうですが、最終的には CG 処理されてしまっています。もう一つ見ていく CG が2018年に公開されたブラックパンサーです。ブラックパンサーもスパイダーマンのスーツ同様に実際に着られるスーツが作られていて、その上で CG 加工がされています。映画を見て気になった人も多いと思いますが、ブラックパンサーとキルモンガーの戦いは少しアニメーションっぽさが目立っています。同じマーベル映画なのになぜ CG の良し悪しがあるのかといえば、それは基本的には予算の問題だと思います。マーベルスタジオの映画といっても CG 加工に関してはそれぞれ他の会社へ外注しているため、いくつもの CG 加工の会社が関わっています。そして映画ブラックパンサーの CG 加工をしたのがメソッドスタジオで、このスタジオの CG 加工が悪いのかとも思いがちですが、この会社は他にもアベンジャーズインフィニティウォーであったり、アントマン&ザワスプ、デッドプール2やスパイダーマンホームカミング、ファーフロムホームなど数多くの CG を担当しています。他の映画を見比べてみてもブラックパンサーほど CG が目立っていた場面は特になかったため、おそらくこれは単純に予算の問題だったのだと思います。このような CG と予算ということに関しては日本の仮面ライダーも同じようなもので、現在は CG の処理など昔ほど費用がかからなくなってきているのか、かなりリアルになっています。一昔前の仮面ライダーの変身シーンなどを見てもわかる通り、物語の前半では CG が多用されていた場面も、後半になってくると変身シーンは音だけであったり、すでに変身した姿で登場するなど CG の費用を抑えようとしている場面がいくつも登場しています。同じメソッドスタジオが作っている CG にもかかわらず、作品によってここまで CG に差があるということは、これは単純に費用的な問題だったのだと思います。
今回はこれまでの MC に登場した CG について見てきました。皆さんは CG についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。